Hi there, it's Yuki. こんにちは、ゆっきーです。今日はですね、近所のフィッシュマーケットで、ダダーン。さあ、これ、何のお魚かわかるでしょうか？カンパチ、買ってきました。これで、it cost 500 yen, 500円。はい、I spent 500 yen for this fish. はい、for this カンパチ。なんと500円という安さでした。ちなみにカンパチは英語でこれ何というか皆さんご存知でしょうか？カンパチ、うん、まあ、あんまねちょっと人肌で持ちたくないけど、これ Greater Amberjack、 Greater Amberjack と言います。で、 Greater はまあこれ大きいっていうので Amberjack だけでも通じることは多いそうなんですが、 Amber、 Amber、 これはね琥珀色という意味。アンバージャックだけでも、まあ、ブリカのね、魚をこう総称して、ヒラマサとかも、アンバージャックで通じるみたいなんですけども、とにかくね、ポイントは、アンバー、琥珀色のお魚ということですね。さあ、ちょっとあんまり、これ持ってると良くないので、今から、さばいて、おろして、いきたいと思うんですが、ここでクイズです。魚をおろす。これ、英語で何と言うでしょうか？ね、私もね、さっき調べて知ってびっくりしたんですけど、この英語超簡単なんですよ。正解は、clean a fish。clean a fish。魚をきれいにするという言い方をするんですね。あとはね、おろす、fillet a fish とかいう表現もあったんですが、内臓を取ったりとか、とにかく魚をこうきれいにする。ね、傷まないように、こうきれいにして、お刺身とかね、すぐ食べれるようにしておくっていう、clean a fish で表現できるんです。さあ、それでは、さばいていきたいと思います。で、ちなみに、さばくっていうのを、魚さばくとかで、Google 検索すると、judge a fish って出てくるんですよ。で、ジャッジってね、裁判とかでさばくっていうさばくなので、絶対違います。judge a fish って言ったら、魚を、これ、ね、魚がこうなんか悪いことして、この魚、有罪なのか、ギルティなのか、イノセントなのか、さあ、今からさばいてやるっていう、そっちになっちゃうので、魚をさばいて、内臓とか出してね、きれいにするっていうのは、これは、clean a fish, clean a fish. これ、ぜひ今日覚えてください。じゃあ、行きたいと思います。ちょっとね、私、普段、あ、待って、これ、鱗なくない？あ、鱗これないね。鱗ない魚とかあり得る？いや、鱗ある。あ、鱗あったあった、普通に。あのね、昨日の、渡辺教授のね、イグノーベル賞のお話で出てきた、スケールっていうのも、これ、スケール。このはかりもスケールだけど、この英語ではお魚の鱗もスケールと言うんですね。鱗ないかと思ったら普通に鱗あった、これ。うん。あのね、This is my first time to clean カンパチ。カンパチおろすのちょっと初めてなんで、ちょっとこれね、多めに見てください。でもこれ鱗すごい取れた。鱗ってなんか痛いのが鱗ってわけじゃないんだよ。こういうね、どこまでやったらいいのかなとか分かんないときは、例えば海外の人と一緒にやってたらなんか enough とか聞いてあげるといいかもしれないですね。これで十分かなみたいなね。これちょっと待って、やり方は、まあ、enough とか ok とかね、そのぐらいでもう十分通じると思います。今調べたね、gut というそうです。 g-u-t gut で、 gut a fish というと内臓をね取る、腹綿をね、取るっていう風に。わーわーわー、ちょっと待って、やばいやばいやばい、あ、ちょっと待って待って待って、怖い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 、びっくりした。これちょっと今びっくりしたんですけど、これ普通にね、ガッと腹綿って思ってたら